腰も広がってる、腰も広がってる、ポンキ君がね。あ、どうも。だけ途中ドライブできたからね。これが簡単じゃないね。ぐるぐるふらっちゃ。行こうかじゃ。でも全部ね、うん、食べれないかもね。ベッドの方がいいやろ、これ。いや、うまいね。あ、私がベッドがいい。うん、いや、ずるい。ベッドの方がいいや。これはもうベッドに寝起き、座り方がね、座りやなと。よっ。頭とかさ、動いてない。ああ。あ、これなんか電気用品じゃん。違う。座ったかね。あんまりね。この椅子は、まあんまきれありえません。アルファ、アルファファの方針で落ちてますね。アルファハーファって何？アルファ。アルファ、アルファハーファ。こういうの。あ、でも入ってない。こういうの。いや。そんなことない。靴入ってたやん。なっちゃん大丈夫？あ、こう、こぼすね。もう分かんね。どれぐらいボンボンかしら？それぐらいでいいよ。あ、持ってくった、ほんと。あ、ちょっと、引っ込んじゃ足らへんかったやん、これ。一人一本や。いいやもう。あとお茶飲んだら。これ何？これ何？これ。これ何？これ。これ美味しいよ。魚が入ってるの。あ、そうだ。うん、チーズでなんか。チーズなんですか。チーズ？うん。チーズ嫌い。いいよね。ホタテ。ゆっくり食べてね。時間たっぷりあるから。これ中だけ食べるの？いや、全部食べるんや、そのまま。これ何？ハム。美味しい。美味しいよ。これこれ。え？この大きいやつ美味しいんかな。これ全部食べれる？え？美味しい。美味しいの。これさ、うるさいよ。こんなやったのな。ビヨコンやったらな。人までさ。できるんやでしょ、どうだね。あるもの。それ大きくなったこのふわふわ感。
して押しと、押しろよ。うん、大丈夫、もう何やったり。ちょっとびっくりするとや。ピネット。これ何？カボスエルちゃん。タクシーで一緒にやる。タクシーなんかこのタクダテツやって。タクシー。タクシーじゃないタクダテツやってんの。タクシーやん。タクシーの運転手さんになりたい？違うや、夢があったんや。夢があってそれを叶えてんねん。まっすぐ駐車はもうこの辺に来てるんですけど、私の苦手は中列駐車、車庫入れ、敵に驚いたザリガニが逃げるような、そんな卑怯な運転が私は嫌いでした。ちょっと下がりそうだな。覚えることになる。難しいんだよ、大気やったんだなと思う。ちゃんと学生来てくるんだ、高校生。ああ、それ初めだな。もう卒業したんだろう。その中にただ一人、私より年上の方を見つけました。4月から5月までやったら、もう実際になってるやろ。この人にも負けたくない。じゃあそれ大学から、大学行けよ。今度のグローブは通告の匂いが気になる。シブさん持ってきたの。Thank you.